こんにちは。ワールドラバーマーケットパートナーのピンポンキッズの土屋です。今回のテーマは戻るサーブのメカニズムを知る2です。この戻るサーブを身につけることによってボールの回転量をコントロールする、切れるサーブを身につける、ボールの長さや、落下してからボールが相手のコートにバウンドしてからのボールの飛距離をコントロールするなど、いろんなことが、叶うようになります。サーブの練習の基本ベースでもありますので、進んで練習してください。では戻るサーブの練習方法の大切な3つのポイントについて紹介します。まず1つ目です。今回はこの角度が30度の模型を用意しました。ラケットの振り方の、参考にするのに非常に目安としていいので、まずこれを使って3つのポイントのうちの1つ目を紹介しようと思います。まずこの30度の角度を手前側傾斜に設置します。この面を上端の面をガイドラインにして練習します。30度方向を上向きにしてラケットを反り返る、まあもうこのガイドラインをそのまま振っていただく感じがいいと思います。通常行っている突きは正面方向に傾斜があるんですが、これによって球の直進方向の速度が増えてしまうので、戻るサーブというのは逆さまに打っていくと簡単に発生することができます。2つ目のポイントです。トスしてから落下してくるボールにしっかりラバーでボールを引っ掛けましょう。その引っ掛けるところで球を拾いに行く感じでボールに優しく接してしまうとラバーにボールが引っ掛かりません。引っかからなければ回転は生まれないので、ボールにまず摩擦の力でしっかり引っ掛けるという行動を正しく行いましょう。3つ目のポイントです。3つ目のポイントは引っ掛けてラケットを振るときにボールが前方向に出るようにではなく、引っ掛けたときに先にラケットが引き抜ける状態、ボールが後からついてくるようなイメージを残せると非常にいいポイントになると思います。ラケットの振り方は30度に振るのですが、ボールが後からついてくるようなイメージ、接触点よりもラケットを先に引き抜く感じで振っていくイメージが良いと思います。では実際の映像をご覧ください。
この戻るサーブを練習するにあたって、普段とかなり独特なちょっと違いのあるボールタッチを経験した方も多いと思います。ボールの触り方は個性が生まれて、それぞれ選手によって特色のあるプレーができます。いろんなボールの回転の参考になる基準になる部分でもありますので、戻るサーブのボールタッチはぜひ練習を繰り返して手に入れてほしいと思います。繰り返し練習しましょう。ありがとうございました。